こんにちは、トベです。ご視聴ありがとうございます。今回のテーマは、軸足回転の正体というテーマでお話ししたいと思います。落合博満さんが書かれた著書、バッティングの理屈の第11章、写真で確認する正しい技術と動きから面白かった部分をまとめてお話ししたいと思います。とても面白い本ですので、ぜひね、買ってみて読んでみてください。僕はね、5章ではこの話はしなかったんですが、5章ではね、軸足回転について取り上げられていました。その内容としては、日米野球で松井秀喜さんがサミー・ソーサさんにバッティングのね、アドバイスを求めた時に、軸足を回転して打つ意識っていうね、よく聞くようなアドバイスをしたらしいんですね。なんですが、11章ではね、この軸足回転で打つことはできない。軸足回転で打ってるわけではないということらしいんですね。なので、今回は軸足回転の正体と、なぜね、軸足回転という言葉が広がってしまったのかっていう内容でお話ししていきたいと思います。はい、では本題に入っていきますが、本の内容ではサミー・ソーサさんとバリー・ボンズさんの構えからフォロースルーまでの連続写真があるんですね。構えの状態では軸足の方に重心があるんですよ。なんですけど、始動からインパクトにかけて軸足を中心にして回転してるというよりかは、綺麗にね、体の中心で回転してるんですよ。このお二人が意識していることと実際にね、二人が行っている行動は実は異なっていて、これはね、落合さんも経験があるということなんですが、自分のね、バッティングを作り上げていくには常にね、トップの位置を高く保とうとか、このね、保守側の肘をうまく抜こうとか、強く意識するということはあるということなんですね。僕なんかはスイングはね、全部無意識で自分のスイングができることが一番だと思っていたんですが、落合さんでもね、こういう大事なところを強く意識するということで、実際に意識していることとは動きとは違うこともあるけれど、それを込みで自分の理想のスイングに近づけているんですね。でね、おそらくね、皆さんにも理想のスイングをするためのチェックポイントっていっぱいあると思うんですけど、それがサミー・ソーサさんとバリー・ボンズさんの場合は軸足で回転する意識を持とうっていうことだったんですね。そしてね、フォロースルーの段階では軸足にね、重心がこうやって戻ってきちゃってるんですけど、意識では軸足回転だったとしても実際には体のこの中心線で綺麗に回転をしているんですね。ということで、軸足回転の正体は投手側に体が突っ込んでしまう人、こういう癖を持った選手が矯正をするために軸足回転の意識を持っていたということなんですね。確かにね、前に突っ込んでしまう癖がある場合、軸足回転の意識を持てば後ろにね、重心をこうやってずらすことができますよね。やっぱり重心は前すぎても後ろすぎても良くないというふうに考えられていて、やっぱりね、この重心の位置っていうのは体の中心線で綺麗に回転をするためにもね、重要なポイントになってくるんですね。松井秀喜さんはこのアドバイスを強く意識して、結構ね、軸足寄りの重心でスイングをするようになったのですが、サミー・ソーサさんと同じような体がね、前に突っ込んでしまうっていう課題を持ってない限りは、この軸足回転の意識っていうのはあまり持つべきではないというふうに考えられますし、これは以前の動画でも少しお話ししたんですが、教える側っていうのはどういう意図があってこういう意識をしているっていうところまで教えてあげないと、教えられた側は意図が分からずにただね、その動きをしてしまう可能性があるっていうことで、もしね、指導者の方がいましたら、これはね、気をつけたいポイントだと思います。そしてね、今までの動画でも体の中心線で回転するってことは何回かお話ししてるんですが、じゃあ軸足回転はダメなのかなっていうふうに思う方もいると思うんですが、もちろんね、前に突っ込んでしまう癖があるっていう選手にはこの意識はすごい大切なことだと思いますし、やっぱりね、どういう意図で軸足回転をするのかっていうのがとっても大切になってくると思います。今ではね、逆にね、前足、投手側の足で回転するっていうこともね、たまに聞かれると思うんですけど、体の中心で強く回転するための原動力にするっていう意図があって、僕はね、軸足でも前足でも強くね、回転するっていう意識があるんですよね。ちょっとね、これについて詳しく話すと動画がね、もっとビョーンって長くなってしまうので、今回は割愛します。次に、なぜ軸足回転の誤解が生まれてしまったかについてお話ししていくんですが、落合さんがね、思い浮かんだキーワードとしては3つありまして、金属バット、ティーバッティング、アーム式打撃マシン、この3つですね。この本にはね、何度か金属バットによって起きた弊害についてもお話ししてるんですが、やっぱりね、よく飛んでしまう金属バットのおかげで腕力や上半身のパワーだけでボールがね、すごい飛ばせてしまうんですよね。それゆえにバッティングのメカニズムの中で重要な動きを省略しがちっていうことなんですが、重要な動きに関してはね、他の動画でも少しお話ししているのでここでは省きますが、高校から即戦力で活躍する選手が少ないのは落合さん式の基本的なスイングができてないからというふうに考えられています。またね、バッティング練習といえばこれをしたことはないっていうのがティーバッティングで、これはね、やっぱり斜めからね、ポーンってトスするのが基本的な練習だと思います。しかしね、この斜めからトスされるボールを打つということは、ボールをね、かなり引っ張り込んで打つってことになるので、ドアスイングになりやすいんですよね。これはね、第1章でも話した内容なんですが、斜めから来たボールを引っ張り込んで正面のネットに打つっていうのは、もはやね、ファールを打つ練習してるってことにもなり得るんですね。それならば、ティースタンドを使って置き手をして、落合さん式の基本的なスイングを身につけるべきだというふうに思っています。各言う僕もね、今となっては置き手が大好きなんですけど、もしもね、トスをするのであれば、僕はね、中学生の頃の練習でネットをね、こうやって両側に置いて真ん中からトスしていたんですね。当時はね、何も意識せずにそういう練習してたんですが、今思えばね、とってもいい練習だったと思います。
もしくはね、多少広く場所を取れるなら正面からトスして広くね打つっていうのは最近でも見かけるような練習だと思います。そして次にアーム式打撃マシンについてなんですが、意外にもね、落合さんはこのアーム式マシンを打つのが苦手だったらしいんですね。その理由としては常にね、同じテンポ同じリズムで来るので、自分のね前で打つことができないってことだったんですね。で、同じリズムでスイングを続けていくと重心移動とか考えないスイングが身についてしまうってことで、これ皆さんちょっとドキリとしませんでしたが、これはね僕ね結構ドキリとしちゃったんですよ。バッティングセンターにねよく行く身としてはね、確かに同じテンポでしか投げてこないですよね。そうするとバッセンに合わせた打ち方になってしまうわけですよ。そうすると場所によってはね結構テンポの速いマシンとかがあったりして、急かされてボールを打つことになっちゃうこともあると思うんですね。それって自分のルーティーンだったり急いで打つ分、自分の中でね正しいスイングができないっていうことになるんですよ。こういうことをしてると落合さんの言うね、あの重心移動をしないスイングが身についてしまうので、皆さんもねバッティングセンターで打つにしても、練習でねアーム式のマシンを打つにしても、しっかりね自分の前で打つことを心がけて練習しましょう。まあ、こうなると行きまーすボンっていうタイプのマシンがいいということになりますよね。行きますタイプあんま好きじゃなかったんですけど、これでバッティング練習ができる方は、自分の前で打つ準備ができたら行きますしてもらうようにしましょう。そんな感じでね、話した3つの弊害で、金属バットで上半身と下半身のバランスを失って、ティーバッティングで外回りするスイングが身について、アーム式マシンで重心移動がね下手になってしまった選手は、どうしてもねスピードボールに差し込まれたくない、詰まりたくないって思って体が投手寄りに倒れていく傾向が強くなって、そして軸足を中心に回転したスイングが身についてしまう。それで後ろ後ろで打つようになってしまうわけですね。まあね、こうならないためにも学生の時からね、なるべく木製バットを使って練習をして、上半身下半身をしっかり使ってボールを飛ばすようなスイングを身につけて、斜めからトスされるようなティーをするよりかは置きティーを使ったり、正面からねトスをしてもらったりして、で同じテンポで打つよりかは行きますタイプの機械を使って自分の前を打つ練習をしようってことですね。今ね学生野球に関わる方がいましたら、ぜひ参考にしてみてください。僕ももっと早く知ったかったですということで、ね、今回はここまでにしたいと思います。こんな感じで僕はバッティングの話が大好きですので、もしよろしければチャンネル登録ポチっていってください。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。